ワシントン州立大学は、ワシントン州プルマンに本部を置く、アメリカが衆国の州立大学である。1890年に設置された。通称、WSU、または、ワズーと呼ばれている。シアトルのワシントン大学とともに、ワシントン州を代表する、大規模総合大学である。1890年創立。 ブルマンの本部キャンパスのほか、ワシントン州東部の主要都市スポケーン、州南部のトライシティズ、南西部の中都市バンクーバーにもキャンパスを構えている。ブライアンホールには、ワシントン州立大学のランドマークである、時計台がある。このブライアンホールをはじめ、学者は赤レンガで統一されている。大学構内には、消防署、屋内コロセウム、約3万人収容のスタジアム、 熊牧場、ジム等がある。約1 0トル東には、アイバホ大学があり、この大学との交流は盛んである。教育分野は300以上、150を超える専攻を有し、2万人を超える学生が勉学に勤しんでいる。また、約80カ国を超える、世界中の国からの留学生を受け入れている。留学生の国籍は日本を含むアジアの国々、北欧、 ヨーロッパ、南アフリカなど様々である。また、教職員の出身国も様々である。8マイルほど離れた場所に位置するアイダホ大学とは、学術面でお互いに提供し合っている。US ニュースワールドレポートによると、全米トップクラスの公立研究大学の一つに位置づけられており、研究が盛んである。以下に記載されている、学術分野で学士号はもちろん、修士号。 博士号のほとんどが取得できる。マスコットスポーツはパシフィックテン・カンファレンスに属している。アメリカンフットボールに関しては2003年にカレッジ4大ボールの一つローズボールにも出場した。シーズンの最終戦は必ず州内のライバルであるワシントン大学との試合となっている。アップルカップと呼ばれるこの試合は全米各地で行われる定例戦の一つであり。 ワシントン州内では日本における総形戦のように盛り上がる。ワシントン大学のマスコット、ハスキーに対し、ワシントン州立大学のマスコットは、クーガーという。また、チーム名は、クーガーズという。参照、リストオブワシントンステートユニバーシティーピープル。ありがとうございます。